お湯だった。お兄ちゃんお先ー。あれお姉ちゃんおーい。おーい。寝ちゃってる。 疲れて寝ちゃったのかなうーん。ソファの上で寝ても疲れ取れないんじゃないかなでも、疲れているお兄ちゃんを起こすのは可哀想だし。私がベッドに連れてくのは体力的に無理。諦めて毛布だけかける でもこの姿勢だと体痛めそうだし。あ。ソファのそばに布団を敷いて、お兄ちゃんを転がす。これだよし。お布団持ってこよう。よいしょ。ここに。 しーて、た。よし。あとはお兄ちゃんを転がして、ソファから落とすだけ。でも、この高さだと怪我しないかな。うーん。あ、毛布を積み重ねれば大丈夫か。 これで大丈夫かな。あとは転がして。ってあれお兄ちゃん起きちゃったえありがとうべ、別に私、お兄ちゃんのために何かしたわけじゃないし。感謝されるようなこととか、何にもしてないし。 お兄ちゃんなんて別に何とも思ってないし。何布団あ。えっと。これは、その、えっと。おお母さんが。 聞いてた。だけどし、うん、何を？え、全部聞いたって。 とか言うな別に私はお兄ちゃんのことなんて。お兄ちゃんのことなんて。<laughs> そんな。大切だよ。うぅ。 な、なにその顔ニヤニヤしちゃってさ変なのじゃあ、おやすみそう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 そ全部聞かれてたどうしようどうしようお兄ちゃんに合わせる顔がないよ でも、お兄ちゃん、ありがとうって。ありがとうって。うーん。ありがとう。だってー。ふふ。ーふふまた言われたいなー。 Hehehe <laughs>